トッティの夢を語れ。どんなに描いたゴールが遠くても、こんばんは。パーソナリティのトッティこと元広島マトロカープの戸田孝也です。そして頼れるこの方。こんばんは、西田茂弘です。どうぞよろしくお願いいたします。今週もおはるさんはお休みということになります、はい。さて、先週に引き続き元中日ドラゴンズ、現在はイチゴ農家で活動されてます三妻さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。イチゴ農家を今ね、はい、されているということですけども、はい、いや、もうイチゴは昔から好きだったとかそういうのはあるんですか？はい、イチゴ農家になろうと思ったきっかけです。コロナの第一波の時に、プロ野球が、2ヶ月間、開幕延期になりまして、その際に、息子が1歳半だったんですけども、なかなかマスクをつけれず外に出れないという状況の中で、はい、何か息子のためにっていう考えた時にベランダで、イチゴを育てるというところにたどり着きまして、はい、息子の美味しいって言ってくれた姿がもう、ね、パパの心には響いて、もっとイチゴを作ってあげようという気持ちで増やしていったっていうのがきっかけですね。はい、素晴らしいきっかけですよね。子供のためにっていうのがまたすごくいいですよね。今日はじゃあ、そのあたりのことも含めてお話を今日はお伺いさせてもらおうかと思います。はい、三妻さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組では番組のご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベットの小文字で yume@fm777.co.jp です。夢@fm777.co.jp。 ファックスは 084-920-8765、 920-8765 です。この番組は格安航空チケット、ピザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社の提供でお送りします。改めまして、元中日ドラゴンズ、現在はイチゴ農家で活動されています、三妻さんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、三妻です。よろしくお願いします。すいません、噛んでしまいました。いやいや、全然大丈夫。ごめんなさい。はい、ちょっとお聞きしたんですけど、なんか武蔵ヒートビアーズ入団される前に、なんか内定を辞退されたって聞いたんですけど、それって本当なんですか？そうなんだよね、本当に。はい、大学4年生でプロのスカウト調査書っていうのが来てなくて、はい、ね、時期的にも諦めなきゃいけない時期の中で就職活動して、不動産会社に内定をいただいたっていうところまでは来ていて、で、はい、そこでね、ちょっと最後のひとあがきじゃないけど、プロ野球で一般のね、入団テストっていうのが大体9月10月ぐらいに行われるんだけども、はい、それに参加しようっていうことで練習をしているときに、武蔵ヒートベアーズから声がかかり、はい、ちょっともう1年真剣にプロを目指そうということでちょっと辞退をしたんだよね。すごい、内定を蹴ってっていうのがすごすぎてもうびっくりですね。今いや、でもものすごく辞退の言葉を伝えに行くのはすごい気まずかったけどね。ああ、そうですよね、なかなか。やっぱりやめてこっちしますっていうのは言いづらいですよね。でもやっぱり筋通さなきゃなって言って、その会社の代表の人に会わせてくださいっていうので、はいはい、人事の方に連絡して、まあ、直接代表の方に、内定出していただいたんですけども、やはりプロ野球選手という夢を諦めきれなくて、もう一年チャレンジしたいんですっていう話をしたら、もう本当に人生かけてやるんであれば応援するから行ってこいって言われて、すごい、すごい、これよく、はい、承諾していただいたっていう感じかな。はい、なかなかそういった関係性も三妻さんがちゃんとしてなかったら、そういう言葉ももらえないじゃないですか。そうだね、本当そうだよね。なんか改めてこの話を聞いて、三妻さんの人柄を、あの、はい、本気度をね、はい、やっぱり本当心から自分の言葉で伝えたからこそ伝わったというのもね、あったのかなと思いますよね。はい、はい、そうだと思います、はい。でそれではヒートベアーズに行って結果を出されて、はいはい、ドラフト指名されたじゃないですか、はいはい、その時の気持ちを聞かせてもらってもいいですか？リアルな気持ちは、はい、中日に行くとは思っていなくて、はい、
武蔵ヒートベアーズにその年に5人行くことになるんだけども、はい、プロに同じチームから、はい、なかなかちょっと濃厚と言われる球団からなかなか指名がなくて、がっくりしてるところに中日ドラゴンズから指名があって、はい、なんかもう すごい複雑な気持ちで、え、俺よしみたいな、なんか よくわからない、なんだもう中日ってお話は全く聞いていなかったから、はい、なんかよしと思いながらも、やったーって叫んで、はい、嬉しいと思ったと同時に、はい、なんで中日俺みたいな。いつみたいな感じだったのかな。はい、うん、確かに僕もなんか、ここ取ってくれるかもっていう濃厚なところが過ぎたんですよね。うん、あれみたいな気持ちになりますよね。めちゃめちゃだって、終わったわ。終わったわ。でも、そういった形でも、中日に行かれて、一軍で初登板されたじゃないですか、うんうん、そういう本当にプロ野球のマウンドに立てた気持ちってどういう気持ちでした？いやー、本当に初登板は足に力が入らなくてふわふわしてるっていうのはこのことだなと思って、はい、でさらに当時は、セカンドに荒木さんがいらっしゃって、はいはい、いやもうテレビで見てる人、ゲームで使ってる人が後ろで守っててもうしかも開幕戦で初登板を迎えて、はい、ちょうど東京ドームだったんだけど、はい、すごいお客さんもいて、もうずっとふわふわが止まらなかったっていう思い出があるね。みんながやっぱ言いますよね、なんかふわふわ、地に足がついてない気持ちっていうのは、うん、もう本当そのことだなと思いますね、はい、うん、いや、なんでマウンドってあんなに緊張するんですかね。なんか対処法とかなんかありましたか、三妻さんなりに。うん、いやー、対処法っていうのは全然なくて、比較的、はい、ブルペンの方が一番緊張するパターン。はい、わかります。はい、言ってしまえば、はい、そうなの、言ってしまえばもうやるしかないじゃないですか。そうただ、ブルペンの時がどう打たれたらみたいな、ちょっと僕も思ったりする場面があったので、そう、行くのか行かないのかっていう時が一番ね、緊張するね。やっぱ一緒なんですね、みんなもう中継ぎの方は。はい、一緒だよね、それはね、うん、水間さん、いい試合で投げてたじゃないですか、よく。いやでもね、経験をさせてもらったかな、はい、やっぱりちょっと気持ち的に変わりますか、うん、緊張度合いだったりとか、いい場面だと、うん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 、そういった気持ちってやっぱちょっとは変わりますか。やっぱりなんて言ったらいいのかな、リードしてたり同点の場面っていうのは絶対逆転されたくないし、はいはい、って思ってしまうと、ちょっとその考えがちょっとマイナスだったりもするっていうのはちょっとどっちも分かると思うんだけど、はい、っていうのがちょっと変な力みにつながったりっていうのもあったから、まあ難しさもあったかな。そうですよね、もう本当に1点を取られたらダメな状態で投げる場面もあるじゃないですか、うん、僕はああいった場合はもうすごく緊張とかしてたので、みんなどういった気持ちで投げてるんだろうとは僕正直思ってたんですよね、やっぱり。うんうんうん、でもやっぱりね、皆さん多分中継ぎました言われると思うけど、はい、やっぱりファーボール ね、はい、3つ出してもいいからゼロで返ってくるっていうのはちょっと思えれると楽になるかなって思います、ね、そういう意味ではどうですか、この中継ぎ投手の楽しさ、はい、または中継ぎ投手の大変さ辛さというところで言うとどうですか。はいはいはい、楽しさっていうのはやはり緊迫した場面で抑えれると、やはりお客さんの歓声がすごいので、うん、すごい瞬間はたまらないですね、うん、はい、逆に大変さで言いますと、やはり、ね、はい、どの場面で行くかわからないし、先発の方がもう1イニング投げるかもしれないというのは、その準備の、期間ですとか、ブルペンで作る肩の回数が多かったりするので、うん、そういう部分ではちょっと積み重なると大変だなというのはありますね、うんよく結構やっぱり、はい、中継ぎても登板しなくても作ることって多いじゃないですか。うん、絶対作るね、はい、うん、ケアは大切にしてましたか。ケアはかなり大切にしてたな。うん、でもその時に2020年ですか、疲労骨折されてたじゃないですか。あ、でもやっぱりそれはもう投げすぎ で、ね、うん、ですよね、やっぱり。ちょっと19年に結構いい結果が出せてて、はいはい、よし20年はもう50試合60試合もずっと勝ちパターンで投げたいぞっていう気持ちが強すぎて、うん、はい、オフを、あまり休まずぶっ通しで投げ続けたんだよね、はい、
結果やっぱり休憩が足らずとして疲労骨折という結果になってしまったかな、うん、はい、そうですね、もう疲労骨折って本当分かりやすく使ってるから怪我をするっていうじゃないですか、うんうんうん、そうだね、特にあの脇腹ってなかなかあのケアをできない、はい、肩、肘、膝とかだったらとか、はい、結構ケア皆さんすると思う、うん、脇腹ってなかなか、ね、注目してあのケアしないところだから盲点だったなと思って、うん、はいはい、そうです、ね、その怪我をした時のお気持ちっていうのはどうでしたか。いや、あのキャンプの3日目ぐらいになったんですよ、うん、でも実はもう自主トレの後半ぐらいから痛かったんですけど、はい、いや勝負の年にそんな痛いなんて言ってられないって本当痛み止めを飲んでやってたんですけども、最後の最後はもう耐えきれないほどの痛みで、もうせっかくキャンプ沖縄キャンプ来て3日目でリタイアという本当苦痛でしたね。あれはいやもう本当に、じゃあその時っていうのは休むという選択肢をねやっとけばよかったなっていう、はい、なんていうんだ、まあ、後悔というか、うん、そういう悔しい思いが強かったですか。はいはいはい、いや強かったですね、本当にあの瞬間後悔しましたね。怪我、僕も怪我したんですけど、怪我がで結構分岐点変わるのかなって僕は思います。はい、そういった、いや怪我は変わるね、はい、変わりますよね、やっぱりすごく、あの僕も、はい、手術してしたんですけど、怪我 の, あの、まあ、その期間ってすごく大事な期間だとは思うんですけど、マイナスになる、あの気持ち的になることもあるじゃないですか。かなりあるね。三島さんもやっぱありましたか。あの時は本当にキャンプから帰ってきたんだよね、名古屋に。あの骨折だし、なかなか沖縄行ってもリハビリすることがないと言われて、だから当名古屋球場で一人でリハビリしてて、っていうのが本当辛くて、みんなもう今シーズンにかけて沖縄で肩作っていくのに、はい、自分は寒い名古屋で一人で、あのリハビリ、ウォーキングからスタートっていうのをすごい悔しくて、はい、そうですね、またねこういうあの疲労骨折ですから、ね、休んでいればとかっていうこの自分の中でね、いろんな思いもあって防げた怪我だったのになって思うと余計にね、はいはい、そうなんですよね、悔しいですね、はい、創業以来50年間、マルケイ食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケイ食品株式会社。格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行、すべて電話一本、日本と世界を結ぶ架け橋となる存在に。旅行のことなら ZZB トラベルへ。改めまして、元中日ドラゴンズ、現在はいちご農家の三妻さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのオープニングではね、はい、なぜいちご農家をというようなところのお話は聞かせていただいたんですけども、うんうん、はい、これじゃあお子さんがもしね、そういったその、はい、いやいちごおいしいって言わなかったら違うお仕事ということも頭の中にはあったんですか。はい、はい、それこそ先ほどお話ししました、あの不動産業界に行きたいなっていう気持ちで妻に相談はしていました。あ、不動産だったんです。で、じゃあもし、はいはい、あの不動産業戻るってなったら、はい、その内定のところに戻られるっていう気持ちもあったんですか。うん、そうだね、やはりこう野球引退しましたって報告と、はい、またご縁があればぜひ働かせていただきたいって言いに行こうかなっていう気持ちはあったんだよね。あ、そうなんですね。でお子さんの一言でよしということで、はい、そうなんです。はい、でもあの僕はやはりあの家族の安定を取りまして、不動産業界っていうところをちょっと、興味あったんですけども、はい、それを妻に相談したこと、妻がそれって本当に好きなことなのと言われまして、はい、あの私から見てて野球以外で好きなことといえば、あのベランダでイチゴをこう触っている姿がものすごく没頭している姿だから、ちょっと私共働きで頑張るからイチゴ農家になってみたらっていうちょっとお話をされました。素敵な奥さんですね。ちょっとまだチャレンジ、はい、はい、チャレンジしようよっていうところで、はい、はい、スタートするときにやっぱりあの家族がいたら好きなことも
多分男性の人ってなかなか挑戦しづらいと思うんですけど、うん、なんか奥様のその一言で好きなことをできるっていう、本当背中を押してもらった一言ですよね、うん、いや本当に僕もそう思います。一度は僕もそれを断りまして、また趣味は趣味として、うん、はい、仕事をしっかりして安定した生活の中で趣味としてやっていけたらいいというお話をしたんですけども、はい、やはり好きなことを、今まで野球で仕事にした人だから、はい、またイチゴのプロになろうよというところでちょっと決意させてもらいましたね。イチゴって僕なんか全然イメージないんですけど、うん、大変な部分とかってあるんですか？いや結構大変で、やっぱりシーズンは冬なんだけども、はい、その苗をもう夏のうちから準備するということで、うん、はい、1年間なかなか休みがないというか、一年中働いている果物というか、そういう作物かな。今日もじゃあ朝行かれてたんですか？朝行って作業して帰ってきてたね、うん、やっぱり朝行って今日はちょっとやることないし軽めで上がろうかなと思ったのに、うん、やっぱ行ってしまうとやることがどんどん出てきてしまう。でも僕も一応レモンやらせてもらってるんですけど、なんか土が大事ってよく僕言われるんですけど、一応も一緒なんですか？実はね、土もいろんなパターンがあって、うん、はい、やっぱりそれにね、自分のその農家さんの色じゃないけど、どれをチョイスしてみたいなっていうちょっとね、セッティングはしてったよね、うん、ということはやっぱりいろいろ勉強もしたし、いろんな研究もしたしっていうとこですか？そうですね、僕の場合ちょっと専門学校行って勉強もしましたし、農家さんに研修も行ったりしてたので、いろんな人の意見をちょっと聞かせていただきましたね。すごい、はい、レモンでも いっぱい種類ってあるんですけど、やっぱりイチゴの方にも種類ってあるんですか？イチゴは、皆さんあまりご存じないと思うんだけど、はい、2000種類ある。2000種類2000もあるんですか？あるんです、あるんです、はい。作ったところで違うってことなんですか？はい、例えばアマオですとかが有名だったり、とちおとめっていうような品種が2000。2000な。やっぱり食べ比べて全然味とか違うものなんですか？それが、ね、全然違うんだよね。ちょっと僕美味しいイチゴの食べ方を聞きたいんです。めっちゃ聞きたい、はいはい、どうしたらイチゴの本当の美味しさを味わえる食べ方、はいはい、うん、はですね、冷蔵庫で保存するじゃないですか、はい、買ってきて、はい、冷やした、いちごも美味しいと思うんですけども、うん、一旦水道水のぬるま湯につけていただくと、はい、甘みがすごい復活してくるんです、はい、なのでご家庭で食べるときは冷蔵庫からそのまま冷やして食べるのに一旦ちょっとぬるま湯につけると甘みが出てくる、それどのぐらいつけとったらいいんですか？ですね、まあ本当にざっくりちょっとごちゃんと入れて、まあ、かき混ぜて程度で、はい、うーん、それで甘みが戻ってくるんですね。で、はい、そのまま食べれる？そのままで大丈夫です、はい、そのまま大丈夫です、はい、もう帰ってすぐ実験します。あまり知られてないと思うんですけど、いや絶対に知らないと思います。冷たい方が美味しいと思ってます、はいはい、結構冷やしちゃうと酸味が出てきてしまうんで、うん、それをはい、お湯につけることによって戻ってくるという、はい、ものですね、はい、いや僕も、はい、ぜひぜひ、はい、すぐやります、はい、うん、ぜひやってください。いやちょっと話変わっちゃうんですけど、三間さんってオンラインスクールなどもやられてるじゃないですか。ああそうだね、うん、はい、どういったことを発信されてるんですか？今は石垣島の子が結構多くて、石垣島、はい、うん、石垣島の子っていうのはなかなかプロ野球選手と触れ合うきっかけもなくて、はい、うん、そうですね、はい、でもプロの人に教えてもらいたいっていう人がかなり多くて、はい、自主トレで石垣島に行ってたっていうことが結構きっかけで、はい、人のつながりでそういうのやってもらえないってお話してもらって、はい、その子に対する課題をいただいて、で動画を自分で撮って改善方法で見てもらって実践してもらって、で最後にディスカッションしてどうだったってお話をズームでしてっていうのをちょっと繰り返してるって形かな、はい、まさにオンラインの本当良さを存分に生かしてというところですね。はい、そうなんです、遠方でも全然対応できるというところですね。はい、それはやりたい、三間さんに教えてもらいたい方って誰でもできるものなんですか？あ、誰でもできますね、はい、今ってちなみに何人ぐらいいられるんですか？
今は、8人ぐらいかな。でも8人教えるって結構大変じゃないですか。結構大変で、でも毎週毎週課題を出してとか、はい、それに対してどうだったとか、はい、あとはたまにこうちょっと近場だと直接来てほしいとかっていうのはあったりするね、はいはい、それ申し込み方法はもうインスタとかですか？なんかインスタで DM いただいたり、はいはい、できれば全然受け付けてるんで。僕も入っちゃっていいですか？何を僕もいっぱい聞きたいですねお話。何を。いやでもね、そのいちごもね、こうやっぱり育てていくのって本当にこう時間をかけながら、で少しずつこう変化をしていくっていうところもあるじゃないですか、はい、でこういったオンラインスクールも子どもたちにいろんなことをこう指導していくうちに、子どもたちも徐々にこう変化をしていく、成長していくっていう姿、うん、このあたりがやっぱり楽しみっていうところはありますか？そうですね、目に見えていちごのようにちょっと分かるものもあれば、子どもたちのまあ笑顔といいますか、ちょっとできるようになりましたとか、うん、取れるようになりましたっていうのはものすごく嬉しいところではありますね、うん、やっぱり水間さん、そういった言葉がやりがいにつながってきますか？はい、かなりやりがいが、ね、ありますね。すごい、やっぱなんか皆さん本当子供とあの触れ合う方が多いですよね。なんか本当野球の楽しさをこう伝えたいんだ、うん、プロ野球選手だからこそっていうのもやっぱりあるのかなと思いますよね。そうですよね、はい、あ本当いい話ありがとうございます、はい、あのこのラジオがあの撮ってる夢を語れなんですけど、はい、夢を語るのがテーマなんですけど、三間さんのこれからの夢ってありますか？これからの夢は、はい、まずはいちご狩りの店舗展開をすること、はい、でもう一つが名古屋ドーム、名古屋球場でいちごの商品を販売したい、いちごをシェイクとかね、やりたいなと思ってて。めっちゃいい。そのできた時に僕は名古屋ドームに行って試合見ながら三間さんのいちご食べさせてもらいます。お手伝いするんじゃないの？あ、お手伝いはあの試合あの見ながら僕はあの食べます。いや今の流れで言うと販売のお手伝いします言うかなと思いますよね。あのいやでもやっぱりトッチとそういうコラボ商品も出したいなと思ったり、いやもう、はい、ぜひ、はい、いやこれはちょっとね、あの、まあ、はいはい、なるべく早くちょっと実現してほしい夢です。したいですね、本当したいですね、ね、はい、あと一つなんですけど、はい、夢を叶えたい子どもたちにアドバイスをお願いします。はいはい、夢を口にすることが重要だと思います。あのやっぱり夢っていうのは思っているだけではなくて、人に言うことでやっぱり人はやはりね、プロ野球選手になりたいって言ってる子がいたら、あ、この子ってプロ野球選手になりたいんだなって周りも思ってくれるし、はい、そういうサポートもしてくれると思うのね、はい、で俺もイチゴ農家になりたいっていう話を発信すると、やはりこの辺に土地空いてますよとか、うん、っていうちょっと周りのね見る目も変わってくるから、絶対夢というのはちょっと口にした方がいいかなと思います、うん、じゃあもう自分の中で思うより口に出してどんどん発信していった方がいいっていうことですよね、うん、そうです。いや本当にあの2週にわたって素晴らしい話ありがとうございました。いえいえいえ、はい、ありがとうございます。ぜひあのコラボ商品ね、はい、早めに、はい、早めにやりましょう、はい、お願いします、はい、お願いします。なんか告知などありますか？2024年の1月に、はい、三間農園、はい、いちご農園がオープンするんですけども、インターネットページであの三間農園のいちごが、取り寄せれるようにセッティングいたしましたので、ぜひとも皆さん、1月から、三間農園のいちごを注文してください。よろしくお願いします。はい、三間さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週もお楽しみに。この番組は格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社の提供でお送りしました。